良治でございます。さて本日はですね、前回作ったサラダチキンでですね、もうダイエットの方でも、もう気にせずすすれちゃうよっていうねラーメンを作っていこうかなと思います。で、俺もなんかその実際ダイエットを始めて、ダイエットっていうかまあ筋トレっていうのを始めて、今ちょうど体重を落としようところったい、何食べていいかわからんたいけど、なんかなんとなくこれは食べていい、あれは食べていいっていうのが分かって、っていうのが、まあ、肉は胸肉食っとけば、まあ、間違いない。でサラダはとりあえずなんか芋系を抜けば、まあ、どうにかなるみたいな。でこれはラバーのみんなから教えてもらったっちゃけど、海苔とかも、味海苔とか、多分韓国海苔とかもダメやけど、まあ、焼き海苔とかだったら OK みたいなのが分かってね、結構食えるくないってなって、でそれで作ってみるラーメンがあります。でどうすかみんな、結構こってり系好きですか？俺結構ね、あっさりなラーメン結構好きで、ちなみに俺福岡出身やけど、言っとくけどみんな豚骨ラーメンって全部とこってりと元やろ、全然違う。もうほんと食べてほしい、意外とあっさりしとるけっていうのは、まあとりあえずそれ、まあ置いといてあっさりしたね、なんか本当に爽やかなお出汁で作るなんかラーメンを、しかもこれむちゃくちゃ簡単やけん、マジでむっちゃ簡単って、いや寒天は食べよう、もう本当にインスタントラーメン的な感覚でもうガン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 って乗っけていくだけですみたいな感じなんで、ぜひ試していただきたいなと思います。それでは始めていきましょう。レッツラーメンズキッキッキー。食材ですね、マルダ、マルダってなんだよひどいな今日ひどくね。まずはサラダチキンですね。でこの、サラダチキン作った時のスープみたいなやつあるんですけど、これも一応使います。ちょこっとだけ、気持ちなんかこれ気持ち入れてた方が美味しくなります。であとこれめっちゃいただくんすよ、ファンの皆様、ラバーの皆様からいただいてて、とりあえず今日はこれを使います。なんかこれスーパーとか行ったらなんかこういう出汁みたいなのっていくらでも売っとうけん、これはないかもしれんけど、 こういうこれもないかもしれんけど、でも似た感じは、ちなみにライフはあった、ライフはなんか金色のパックみたいなやつであったったい。で結構それも美味しくて俺は使ったりはしてます。あとこれです、麺の代わりにこの白滝食べます。白滝がね、すごいよこれ、 100g あたりね、 100g あたりエネルギーが6カロリー、タンパク質 0.2、 脂質0、炭水化物3、ナトリウム 10mg、 食物繊維 2.9g。じゃあこれ何これは何で出来上がった音。じゃああとトッピング、水菜、豆苗入れていきます。豆苗とあと焼き海苔ですね、焼き海苔。あとはですねこれですね、柚子です。これ柚子なんてね、正直その 30% 引きですね、やった。柚子なんて正直入れなくてもいいじゃないですか、男一人で食べるやったら柚子入れなくていいっすよ。ただこれ柚子なんで入れるかって言ったら、サムネイルのためですね。だから皆さんもサムネイル綺麗に撮りたいなって、写真いっぱい綺麗に撮りたいなって、インスタグラムにアップするときにこうなんかインスタ映えしたいなと思ったときに柚子入れるのはいいんじゃないでしょうか。さあじゃあ早速作っていきましょう。まず鍋ですね、まず鍋の中にお水を入れていきましょう。お水どうですか、僕いつも目分量なんですけど、だいたいそうっすね、250ぐらいあったら十分じゃないですか。300ぐらいですね、ざっくり300ぐらいで、これは火にかけときます。でさっきの鍋の中にこれを入れときましょう、1パック。今これ見たら 400ml の中に1パックって書いてたんですよ。だからちょっと 100ml 少なくしてますけど、まあ味濃いめが好きですからねでさらにこのお肉ですね、お肉は切っときましょう、こうやって。で、これは、チャーシューはね、2枚でもいいですし、僕はもう、全部毎回食べてます。なんか、こういうタンパク質、ね、取っていきましょう。高タンパク低カロリーなやつを食べていこうっていうことで、全部入れてます。でもなんかもったいないなっていう。ラーメンやっぱり、基本お肉2枚だよね、みたいな人は、別に2枚でもいいんじゃないかなと思いますけど、これは、後で盛り付けます。んで、
もうほんとすぐできちゃいますよ。今ちょっと肉食べちゃいました。んでー、こっちですね。はい、出ました。この辺。この辺が綺麗ですからね。今日は豆苗も使いますし、ちょこっとでいいんじゃないですかね。だからこのくらい出して、終わった！ありました。はい、これ使っていきましょう。こいつは水洗いしておきます。で、今日は豆苗もちょっと僕食べたいので、豆苗もこうやって開けさせていただきまして、危ないけど、もうこういう切り方でいこう。はい、これですね。これもお水で洗っていきましょう。はい。これ水菜と豆苗ですね。水菜と豆苗でございます。ほんで、あと、おネギですね。おネギ。あれ？おネギさっき紹介したっけ？おネギはこう、切っていきましょう、こうやって。これね、カメラで撮りながらやったらむちゃくちゃ切りづらいった。怪我したらごめん。このくらいですか？ちなみにもう沸騰しちゃいました。沸騰しちゃったんで、もう白滝入れちゃってもいいんですけど、白滝、正直でも白滝の食べ方あんまり俺分かってないです。で、皆さんに超おすすめでしたいですって言ったけど、おすすめしてるときは、私、キャベツの千切りとかを入れてから食べてるんですよ。白滝を使うのはほぼ初めてですね。なんか一回水に出したらいいんでしょ？雑い。一回水に出しましょう。ちなみに、前回の、ASMR でしたっけ？あれね、俺いいなって思ったじゃん、個人的には。でもなんか喋った方がいいっていう人もったけん、今は喋ってみたったけど、どうですか皆さん。ASMR 好きですか？俺はね、結構、あの感じありだなって思ったんですけど、これ一回水で洗っておきましょうか。アク抜きって書いてたんで、まあアク抜いてるから、そのまま使っていいってことでしょ。飾り、あー、ゆず。ゆず忘れてましたね。皮を剥きますね。剥きますね。剥きましたね。剥きました。で、後ろ側の白いところ若干抜い、あー、もうめんどくせえ。で、これこうやって切りますね。四角に。はい。で、よっ。で、こうやって切って、よっ、これはこうでいいんだ。切りましたね。そしたらこう、ほらつって。はい、おしゃれ。はい、ちょっとしゃれとるやろ、これで。ちょっとしゃれたね。で、鍋ですね。鍋の方はもう、こうやってやってる間にもう、沸騰しちゃったんですよ。切ってる間に。で、一回火を止めまして。で、これも出汁ももう出てるんじゃないですか、だいぶ。ちょっとシャッと。ちょっと。ねえ、これめちゃくちゃテンション下がるっちゃけど。なんで？マジで。朝食っちゃけど、まあ、とりあえず一体。ちょって。出しますね。出します。僕、これちょっと気持ち入れます。ほい。だいぶ沸騰してますね。その時に白滝を。僕はその、さっきの量の半分ぐらいでいいんじゃないですかね。ちょっと多くないって思っちゃうので。手でちぎりました。おー、暴れ馬。はい。はい、入れました。あとは、飾り付けなんですよ。これで温めて、沸騰したら完成です。なんていうことでしょう。簡単すぎる。簡単すぎてうまい飯ができちゃうではないかっていう。じゃあ仕上げに行きましょうか。もう。沸騰してますんで、仕上げいきます。じゃあ、スープをそのままドーン入れました。あー、もうこの時点で美味しそうではない。それは言い過ぎ。はい、ほぐしますね。はい、折りたたんで綺麗に盛り付ける準備は出来上がりました。ほんで、まずは豆苗ですかね。豆苗入れて、で、水菜を入れちゃいましょう。あー、あとチャーシューですね。チャーシューを乗っけます。はい、並べました。で、白ネギ、あ、ゆで卵ある。ゆで卵ありますよ。はい、ゆで卵。やば、ごめん、うるさかった。
ごめん、換気扇がうるさかったね。ごめんなさい。ブラックペッパー。色味欲しいんで、コツ、いきましょう。糸唐辛子ですね。糸唐辛子。色味欲しいんで、糸唐辛子を。と、柚子ですね。塗り乗っけて、ほい。完成でーす。どうだ、さっぱりラーメンだー。どうです、これは。美味しそうじゃないですか。あー、美味しそうです。素敵ですね。あー、絶対美味しい。暖色の方が美味しそうっすね、蛍光色より。インスタ映えを狙っちゃっていつ食べるのっていう。早く麺が伸びるから早く食べなさいみたいなやつ。ない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 、知れた気ですから。今うざいって思った人いっぱいおるやろ。思わんで頼むけん。それでは、いただきまーす。じゃあまず、どうすかね、スープからですね。スープからいただきましょう。優しいんだわ。ほぼ出汁の味ですからね、美味しくないわけないんですけど。サラダチキンのスープが、でそういうやつが美味しくて、 あのスープ自体がすごい美味しいけん、ありだなって思ってます。麺と海苔を一緒にいただきます。うまくないわけがないんですよ。でチャーシューも、気にせんで食べるけんね、チャーシューじゃないけんね。サラダチキン、美味しいじゃん。あ、これさ、また前回と同様出ちゃうよ。持ってまいりました、柚子胡椒パイセン。うれうれ。いや、これ柚子胡椒入れたけんとかじゃなくて、ほのかに香るその柚子が美味しいっすね。であのブラックペッパーの胡椒も効いてパンチが効いております。美味しいっすね。あとスープをさ全部飲める。なんかラーメンとかやったらこってりしとってさ、もう絶対悪いやん体にってなるやん。ならんけん、お出汁やろ。完食です。うまかった。これ食べてもカロリーどのくらいなんやろ。ほぼ出汁と野菜と、しっかりカロリーがあるのってサラダチキンと卵ぐらいやない？他ないよね。ごちそうさまでした。美味しいので皆さんぜひ試してみてください。以上、宝部亮次でございました。本日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。もしいいなと思っていただきましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そして僕も全然本当にダイエットを始めたばっかりですし、メニューとか全然わかんないんですよ。だからもしこういうのがいいですよとか、おすすめがあったらぜひコメント欄とかで教えてください。あとこんな料理を使って、あんな食材を使ってダイエット料理作ってみてくださいみたいなのもあったら、ぜひ教えてください。そしたらそれを使ってなんか作ってみようかなと思いますので、よろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。